2、1。はい、皆さん、こんにちは。テリオンのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで、続き始めていきましょう。テイルズ・オブ・ベルセリアということで、皆さん、こんにちは。ゲーム実況者のテリオンと申します。これまでたくさん動画を投稿してまいりました。約3年ぐらい実況させていただいておりますがね、病気で半年ほどプレイできませんでした。ただ、ありがたいことにですね、チャンネル登録してくださる方が、増えておりまして、180名現在超えているといったような状況になっております。ありがとうございます。2022年にね、これ投稿してるんですけど、投稿されるのが、皆さんの元に、届くのは2023年の12月年末になっております。はい、ということでですね、その時には1000名またね、超えているように。願っておりますので、病気の回復のためにも、さらなるゲーム実況の継続のためにも、皆さんサポートいただけると嬉しく思っております。ぜひぜひチャンネル登録して応援してください。Hello everyone, my name is Terion. I am a game live. I posted a lot of videos so far. I've been playing live for about 3 years, but I seek and couldn't play for about half a year. I'm aiming for 1,000 subscribers by the end of the year. I'd be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel. ということで、続き始めていきましょう。さあ、じゃあ今回はパラミデスにね、向かっていきましょう。この先かな？行きましょう。これは。あら、タイマスさんがやられてるじゃん。ゴーマ！噂のゴーマかの。派手に暴れておるようじゃな。この混乱に乗じるわよ。うん、やっぱりその母子のどっちかがゴーマになったんだよね、多分ね。あ、窓の外、海だよ。ここは水の聖主雨の地を祀った聖殿じゃ。地の聖主ウマシアの聖殿が地底にあったのと同じ理由で、古代の人間たちは水中に聖殿を作ったんじゃろうな。でも海の底に作るのは難しいよね。ああ、掘ればいいだけの地底聖殿とは異なり、海水との戦いに勝たねばならん。どうやったんだ？剣で海を両断したってわけじゃないだろ。まず岩から切り出した巨石を浅瀬に積み上げる。壁で囲いを作り、海水をかき出したら囲いを広げる。それを繰り返し、ある程度の広さを確保した上で海底を掘削して行ったんだ。気が遠くなるような作業だな。人間たちは困難を乗り越えた聖殿を築くことが聖主への信仰心を示すことになると考えたんだ。補足させていただくと、最近の研究ではもともとこの聖殿は海岸にあったと言われています。ん？俺の説明が間違っているというのか？いえ、私が読んだ学術書にはそのように書いてあったものですから。海岸にあった遺跡がどうやって海に潜ったんだ？四聖主が眠りについた際の地殻変動で、この聖殿は海中に沈んでしまったそうです。ですが、石の重さと海の砂のおかげで建物は密閉されていることが判明しました。そこで人々はここにつながる海底洞窟を掘って、現在のような形になったということです。そういえば僕も読んだことがある。最新版古代遺跡建築理論だよね。はい、アイゼンは読んだことありますか？いや、俺が読んだのは初版だ。石を積んで囲いを広げていく場合、内側に残った石を取り除く作業が必要ですよね。それが非効率すぎるのではないかと指摘があり、そこから研究が進められたんです。最新版は定説がいくつも覆されていて、とても興味深いので、ぜひ読んでみてください。おう。なんかアイゼンの説明全否定してないか？あ、いえ、そういうつもりでは。考古学というのは疑問と検証の繰り返しで、日々学説が変化するものだ。気にするな。どっちだっていいわ。先を急ぐわよ。はい、聖主はどこに？ここには聖主はいないのよね、アイゼン。気がかりならばコインで占ってみればよかろう。表が出たら聖主はおらぬ、裏が出たら眠っておる。裏しか出ないだろ。前にも言ったかもしれんが、聖殿というのは聖主信仰のために人間が作った祈りの場に過ぎ、自然の力に恐れを抱いた人間が四聖主という神を祀り上げたのが聖主教の始まりと言われている。ここに眠っているいないの前に存在そのものが伝説なんだ。でも
あの溝に確かにカノノシは存在しました。だが俺が知る限り聖主が姿を現したなどという話は一度も聞いたことがない。カノヌシが特別な存在だと考えるべきだろうな。そうよね。まあそうだよな。あんなのが他に4つも出てきて敵に回ろうもんなら完全にお手上げだよな。そうよね。これはちょっとフラグ立ってる気がするな。まあでも聖主とは言わんがゴーマはいるんでしょうね。おっと、うわ、油断せずに行きな。衝撃的なコンビ。おい、そこだ。輝けずに潰し込む。操作キャラ、そしたらちょっと一応エレノアでやってみようかな。おい、やりました。待って、エレノアにしたいんだが。おい、あら、エルノア違う、エルノア、おい、エルノア強えな。おい、あら、エルノア強いな。おい、エルチアも適当に戦っておいてくれ。決着ですね。おい、エルノアの戦闘技能を月を主体とした槍攻撃、精霊術、槍に精霊霊力を込めて放つ属性術、特技によるリーチのある近接攻撃と精霊術による中距離攻撃を使い分けることができます。反面、遠くの敵のみを狙える術は苦手です。HP 吸収の確率効果がある特技を多く持ちますと。エルノア使いやすかったと。R2 でなんか覚醒するやつも使いやすかったし。左右はどっちもいけないと。またこれ仕掛けとくパターンか。いやー、これは大変だ。じゃあこの奥もいけないってことだね、とりあえずは。なんか仕掛けを解かないと。左右どっちかにあるんでしょう、仕掛けが。おい、おい、よいしょ。エルノアスキーかな。おい、いやー、ダメージがでかいよ、エルノア。エルノアの方が楽で、楽でいいな。強い強い強い。僕、役に立ったかな。ウォールリーフ、エルノアにするか。やはりアンフィリーフにするか。戦闘エルノアにするか。そしたら待って、リーダー、パーティートップを、じゃあ入れましょうか。おい、さあ、エルノア、頼むわ。あんたにやってもらうぜ、戦闘。おい、ここで右半分が開くでしょう、多分。はいはいはい。水杯に水が溜まっていると対応する場所に滝が流れて進むことができませんと。滝を止める以外にも何か仕掛けが施されているかもしれません。とりあえず左を開けたんで反対を開けましょうか。ほい、あ、でも真ん中はまだ開けられないのか。全部開けてからって感じだね、多分ね。こいつは敵でしょ。ほい、おいと。まあ、今回ここをクリアしたら終わりにしよっか。この手のダンジョンがね、非常に大変になってきたな。RPG 向いてないかもしんないな。最初はいいんですよ、最初は。最初はめちゃくちゃ興味そそがれるからさ、めっちゃやるんだけど、だんだん中盤ぐらいになってくると、このダンジョンのさ、長さとか仕掛けを解いたやつのがさ、なんかちょっと微妙に思ってきちゃうんだよね。よし、左右開いたんで戦闘しなくていいからさ、ほとんど。ほいと、
宝石を取り外した。青いと雫型の宝石を手に入れた。移動する。マジかよ、これ移動ありきか。雫型の宝石何に使うんだろう。こっち宝か。ダークボトル、ここでダークボトルはいらんな。むしろホーリーが欲しい。持ってるからいいけど。ほい。あ、船帰還したって。よし、これで新しい異界に行けるようになったね。レベル8になったから。よし。探索船。あ、待って。よいしょ。ここだよ。バルバトス諸島。カタクナにアイテムの使用を拒む戦士一族の根拠地へ。彼らの戦法は原始的だが圧倒的で傭兵として重宝される。探索船。うん、行こう。ほい、ライフボトル。これなんかね、あれなんでだよ。これ宝石突っ込んでいった方がいいのか。これあれ嘘ってことは右のやつをまた押しに行かなくちゃいけないのか。それ以外の、あ、真ん中これ宝石入れられるのか。あれそれで開く感じだなこれね。よいしょ、ほいっと。どこが、さっきのところに戻るか。さて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 、だからファイナルファンタジーとかもさ、まあ、発売はするんだろうけどさ、まあ、そもそも16はもうプレイで、嘘。宝石はめ込んだけど、なんか意味あった？あ、上なんか右に行く道あったね。こっち。あ、無理か。じゃあ、どれだろうね。滝は、こっちはもう道ないし、こっち行ってもね、ロンダウの、あ、オメガエリクシールの素材だって。なるほど。そっちが開いてないのかな、今ので。無理だね。じゃあ右のやつ閉じに行くか。そしたらよし。あ、これ宝石、あ、水を貯める。そうするとこう水が流れる。それ以外の方法はないのかな。で、そうなってくるとどうなんだ。そこは滝は右に水が流れた状態だよね、こっちだとね。でも左の滝は流してしまったらダメだから移動できなくなっちゃうからね。ここもなんかはめれるか。逆付けその証を力とし水の流れを司る。証が青く色づき、逆付けに水が満ちるとき、流れは壁となりて何時に行く手を阻む。また火の力で逆付けが乾き、何時が白に染まるとき、滞りの流れ、遮りの流れでは始まり、何時に行く手は開かれん。よいしょ。さあどうなるかな。これでいければ OK だけど、いけなかったらアウト。いけねえ。嘘。どうやっていくのこれ。単純な仕掛けかと思いきや。まだ何か攻略してないところがあるか。だって何もなかったよね、これね。2つ
2つじゃあ水をやったら真ん中が空くって感じかな。戻したらね、このミザに水が流れてくるんじゃないか。戻したらね、そういうことか。ほい、よし頼むぞ。これで真ん中空いたんじゃないかな。わお、あら、結局ベルチのままか。よいしょ、消えない傷を刻んだ。ホテロリーサルペイン、ベルチ、そこに、そこに、そこだ、くらえつくところどけ。やった、倒したよ。エネミー博士フロールレッド、リーダー変えてもあんまり 前線にいる人を変えないとどうしようもないのか。あ、確か、あれ、真ん中が開くわけじゃないのか。これでここを触れば、お、行ったか。これでそこが開くっていうだけか。じゃあ左右は結局開けとかなくちゃいけなかったんだね、多分ね。あ、結局あそこは開かないのか。もうでも今はもういいでしょう、おそらく。行こう。おや、ゴーリンか。早くも警備は蹴散らしてくれたけど、こいつは。こやつ、胸に雨の血様の紋章をつけておる。あれは巫女少女ぞ。じゃあこのゴーマは、さっき聞いた親子の母親の方、マヒナか。そんな、あらら、ゴーママヒナさん弱い。ボケっとしないで食われるわよ。分かっています。いいよ。でも焦燥砲撃逃しはしない。これはベルッチがなんとかクーマにして引っ掛けなさいよ。かわいそすぎるわ。よいしょ。ガードしてるぞ。よいしょ。おい、そこだ、くらえつくせ。双剣客、逃しはしない。インフェルノブルー、もう倒れるでしょ。巫女を務め村の人たちから慕われた人がゴーマになってしまうなんて。エレノア、もう元には戻れない。こうするのがせめてもな断りであると。あ、これって、あ、しまった。ゴーマは放っておけばいい。疲労の麻酔中、疲労に関係するランダムスキルが発生するようになる。これってって何だったんだ。おっと、また大変なあれが。ゴーマ、娘さんを探しているうちにゴーマ病になっちゃったんだよね。ああ、宿屋の娘がそう言ってたな。ゴーマになっても娘さんのこと探してるんだよね。六郎や黒金、ダイルはゴーマになっても人間だった時にやりたかったこと覚えてるでしょ。お母さんだったらやっぱり娘さんのことずっと探してるんじゃないかなって。
そうかもしれんが、そうじゃないかもしれん。そうだったらいいな。人間だった頃はきっとそうだったでしょう。でもゴーマにはそのような母性などありません。あの暴れぶりを見たでしょ。もうあれは元のマヒナさんではありません。ゴーマになり果て、心も愛情も失ってしまった。悲しいことですが、それが現実なのです。ベルベットや六郎には心があるけど、一体のゴーマを放置すれば100人の命が奪われます。ましてや清涼の施設で暴れ大魔死を襲うゴーマです。100人どころか村や町を滅ぼしかねないのです。私の村もそうでした。だから私は、ま、そうだよな。エレノアの言う通り、元には戻せないんだ。切って成仏させてやるのも情けってもんかもな。カノヌシって本当に聖主なのか。いきなりな疑問じゃのう。グリモ姉さんが解読してくれた数え歌の通りなら、カノヌシは八つ首のドラゴンなんだろう。クーマを使って汚れを食うなんて、まがまがしくて聖なる存在とは程遠い感じがするんだよな。確かに聖主は精霊の一つなのに、他の精霊やノルミンとは印象が違いますよね。ましてや八つ首のドラゴンだなんて。そうか。クーマが集まっちゃったらどうなるんだろう。そりゃもう大変だろうな。俺の想像じゃ、クーマが合体して巨大な化け物になる。でもって大蛇みたいに長い八つ首のドラゴンが口から炎を吐いて襲ってくるんだ。それ少しわかります。だろう。問題は首が八つとなれば、俺たち6人じゃ手が回らないってことだ。分身の術でも使うしかないの。できるのか。できぬ。なんだよ。あ、どうしたのライフセット。八つの頭は別々の意志や思考を持ってるのかな。もしそうなら、戦いの時にぶつかり合ったり好き勝手に動いたりして隙が生まれるはず。僕たちが心を一つにして戦えばきっと勝てるよ。ええ、手と手を取り合って戦えばきっと勝てます。そうですよね皆さん。お、わしらが一つになれると思うか坊や。それは、これさ、八つの首って言ったけどさ、確かに剣的には7つしかなかったような気がするから、八つ目はベリベットなんだろうね。ベリベットがさ、本当は多分その1個クーマを取っちゃったんだよね、多分左手にね。本当はもしかしたらアーサーがその左手に宿すつもりだったのかもしれないよね。今の敵には式神も怒ってたね。で、まあ朝右手か、朝右手ね。いろいろベリベットが動いたせいで変わってしまったんだろうね、流れがね。これさっきのとこか。ってことはここにもう一個あれがあるはずだね、仕掛けがね、似たような、そこを通れるようになる。お、あるね、思った通り。よいしょ。あの、水を満たす方か今度は。あ、でもここでルートができるのか。水の道か。うわ、水の橋がかかった。よいしょ。あ、通れる。謎だね。あ、通れない。橋がかかったら通れんか。向こうには回れるってことか。とりあえずまあ、こっちで、行ってないのはこの内側のエリアか？ほい。お？こっちか。で、あ、この上がだからさっきのとこになるのか。
おい、ここに何かがあると。開かない。仕掛け扉か。イラついて壊すでないぞ。どんな罠が作動するかわからんからの。わかってるわよ。この扉のひし形の石、前にもどこかで見たような。それと同じ石なら杯の台座についてたぞ。あのでっかい杯のかえ。さすが目ざといな。興味があるのは杯の中身の方だがな。あの杯が鍵ってことか。そう単純でもなさそうだがな。色がついている石とそうでないのがある。何か意味がありそうだ。そのようね。あ、なるほど。いや、これはまた、よいしょ。ウェイ。謎解きさせるパターン。よいしょ。ここであるかな。ホワイト、ホーリーボトル使うか。やばいね、昨日の疲れがめちゃくちゃ残ってて。完全勝利ですね。はい、経験値あんまり手に入らないな。あ、おお、上に行けたね。2400ガルド。なるほど、向こうにもじゃあそういうのがあったのか。上下に切るあれがね、通路がね。おっと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 、あら、よし、とりあえずこれをじゃあ開けに行きましょうか。ほい、これでじゃあ沸騰させるのか、こっちは。で、下が通れるようになった。どこが通れるようになった、これ。この先か。よいしょ、私早いな。ほい、で、ここは、ほい、で、これはどこだ。右下が開いた。ああ、はい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 、ってことは戻れってことか。よいしょ。で、戻ってこの下の道が開いたんだよね。よいしょよいしょ、頑張りましょう。わあ、めっちゃいっぱい。よいしょ、これで石を取ってくると。あ、武器があるぞ。グラデーシン、グラデーシン強いかな。よいしょ、グラデーシン、上がるね。101割る。物理攻撃101か、実は55。一番強いね、今んとこね、グラデーシン。しこいつをじゃあ持っていくか。最近何か書かれている、封じられし聖なる扉、7つの杯に据えられし、青と白の宝玉を鍵とする。杯の宝玉が輝くならば、扉の宝玉もまた輝く。7つの輝きを揃えしとき、聖なる神、奥に至るものなり。杯の宝玉が輝くならば、扉の宝玉もまた輝く。あー、これちょっとめんどくさいパターンじゃないか。7つでしょ、だって。うわ、これちょっとめんどくさいパターンだぞ。ほら、こんな変なことになってるじゃん。宝石青と白の2色、杯の台座にはめ込まれたものとって何か関係がありそうだが、ちょっと待ってくれよ、これ。オーリーボトル使わせてくれ。あれ？オーリー。ほいと。
構上に上がれるか。上がれないね。7つの台座っつってもな、これはちょっときついぞ。ここ通れないし。うわぁ、これ外したらどうなる。道がなくなっていいことないよね、何もね。あ、橋だけは残ってんのか。なるほど、こんなラッキーがあるとは。で、でも色が白色になったらダメなんだよね。輝いてる時って書いてあったから、みんな輝かせなくちゃいけないってことでしょ。何かをはめることはできそうだが、下よいしょ。じゃあここからくぼみちゃんがあるんじゃないか。ここに、あれ戻ってきた、戻ってきたね。あらららららら、この奥にだから行けるようにならないと。おいっと、ここにはめ込まなくちゃいけない。でもあれ一個しかないもんね。この奥は、あ、戻ってきたのか。ってなったら、戦ったところだよね、これね。わー、謎解きを強要されるか、ここで。これを取ってこなきゃいけないかな。あ、じゃあこれは取ってきちゃダメか。これと真ん中滝が流れるだけだもんね。うん、それじゃダメだよ。おいっと。とりあえず蒸発させて、これイベントいちいち見なきゃいけないのに辛いな。で、これはどうしたらいいんだ。左のこっちのルートが結局、あー、ここが結局埋まってるからな。これを、水が全部輝かなくちゃいけないってことは、全部に水が入ってなきゃいけないってことか、結局のところ。右はだってこれやってもしょうがないもんね。そうだね。そしたらちょっと考えよっか。よーし、そしたらね、ちょっとここで詰まっちゃいそうだから、一旦終了しよっかな、ここでね。ちょっと宝石が輝かないとダメっぽいから、これが多分赤に輝かせといて、全部これを解放したらいいんでしょう、おそらく。おそらくですが。なのでこっちもそっちもやらなきゃいけないでしょう、おそらく。で、真ん中は輝いてるから。でね、どうやらね、ちょっと隠し通路があるっぽいんですよ、どうやら。で、これも輝いてないから、これ輝かさなきゃダメでしょ、まず。いや、これは大変だね、このダンジョンはね。いや、おそらくこれで2つ輝かして、真ん中のこれが輝いた状態であるかどうかを確認しておきましょう。あれ、輝いてないか、これは。これはでもこれでいいんでしょ、多分。最後に多分輝かせるのかな、そしたら。しかないよね、多分ね。
順番的にはね。でもそしたら奥に行けなくなるじゃん。あれ？おっと、そうすると3個輝いてるね、今ね。で、こっちに行きつつ、この台を利用して船が帰還した。おいと、おいしそうなレシピが見つかったよ。お、強戦士のパルミエ、おいしそうだな。探索で、ここにはめ込まなくちゃいけないと。で、これが壊せるっぽいんで、これを取ってくると。で、猫人ボックスがあるね、200個。猫人の発見で、こいつをはめ込むと。ほいと。で、干上がらせると。で、そうすると底が開く。底はどこだ。うん、で、こっちは干上がってるはずだから、干上がってるから通り道ができたんだよね、こっちにね。だから輝いてるはずだよね、輝きを。氷ボトル持続時間長えな。あれ？輝いてんのか、これは。これは水を満たすべきだったのか、こっちは。いや、ちょっとおかしいな。これは全部干上がらせるのが勝ちだと思ってるから、これで向こう岸に渡って、さっき通れなかった道がどっか通れるようになってるから、ここの下かな、通れるようになったの。こっちか？あ、いや、ここはこっちの反対だね。反対の下が取れるようになってるから、輝かせるんだったらそこも多分台座輝かせなきゃいけないけど、順番的にはこっちじゃないはず。青色に輝いてないとダメだから、多分降りてどっちだ？どっか。あ、そういうこと。青と白の2色。どっか開いたとこあったよね。あ、ここか。違うね。どこだ？どっか開いたよね、さっきね。あ、これか。これが通れるようになったのか。どういうこと？どこが通れるようになったの？一箇所通れるようになったとこあったんだけどな。これか？下だったよね、通れるようになった場所ね。これでも、これ一射してしまったらダメだよね。水がだって、輝きがなくなるから、ここは輝きをつけなきゃダメなんでしょ。で、白く輝いてると。やっぱりさっきの、あ、ここに戻らなきゃいけないのか。あ、ここに台座があるね。これは青の輝きがある。
これは青の輝きだね。青の輝き、よいしょ。全部が青の輝きにならなきゃダメなんでしょ。だからだから左魔王の輝きを灯してこなきゃいけないのか。こっち、これこれ2階に上がって、そういうことか。青と白の輝きでなんとかしろってことか。おい、で一番手前のとこに帰ってきたらさ、もう奥に入れないんだけど、それでワープゾーン使っていくのか。なんかワープゾーンみたいなのあったっけ。もうダメだ、もう無理っぽで、戻って、あと一箇所だけってことになるよね、これね。よいしょ、頑張れ、よいしょ、おい、よいしょ、頑張って、オッケー、大したことなかったわね。おいと、アンフィビストで、ほらあと一箇所だねってなったら、ここしかないんだけど、これ戻っていってさ、一番手前のとこ開けてくるしかないよね。で大きく回り道したら帰ってこれるはずなんだけど、ここに。だからね、ここをだからつけたら、後ろに回り込んで走っていくってことだよね。はい、最後の光灯しました。ここまでやらせるか、これ。いやー、ややこしいっていうか、めんどくさいな。今の仕掛けを動かした直後から静電内に霊力が満ちていくのを感じる。どうやら封じられていた力が解放されたようだと。こうだよね。で、こうだよね。よいしょ。で、こうだよね。おいと。これが何のためになるか分かんなかったけど、こういうことだったんだね。で、ここで内側に入って、よいしょ。で、下がりつつ、で、行きましょうか。おい。いや、大変だったよ、これ。ちょっと。力を感じるのは、この奥だよ。さーて、クーマが出るか、クマが出るか。鬼が出るか、ジャが出るか。よいしょ。行くぞ。これはクーマだな、多分。あ、娘さんじゃないか、これ。うわー、ゴーマになってるじゃん、娘さんも。やっぱりいたわね。またあの結界。当たりだな、こいつもクーマってわけだ。ベルベットの予想通り、七つの首は個体ごとに姿が違うようだな。感じてた場所はここだよ。どうやら棒の方も大当たりのようじゃな。ワーグジュリンの時と同じ感覚。僕が感じてたのは地脈点だったんだ。さて、こいつをどうする。クワガタみたいに小さくなれば連れていけるが。生き死になんてどうでもいいわ。こいつを倒してカノヌシの首を潰す、それだけよ。
さて、偉人のクーマ、食われないように気をつけろ。クワバラクワバラじゃん。娘さんの方だわね、これね。しっかりしてて妖魔になってしまったか。よいしょ。容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。リーサルペイン。66か。さあ頑張れ頑張れみんな。おい、あらベリッチめっちゃダメージ受けてる。おい、結構攻撃力高いなこいつ。よいしょ。おい、いいぞ。よいしょ。今じゃ伸びろ伸びろ、攻略転職。よし、ちょっと交代してもらおうか相手に。後をつけるぞ。おい、相手あんま強くないから6ドンしよう。6ドン頼むぞ。6ドン。おい、さあ全員近接、3人が近接だからね。おい、おい、よいしょ。おお、倒したね。このクーマは小さくならないようだな。さっきのゴマ。今度こそ終わりにしましょう。これで元に戻るのか、この子。使ってゴーマ病を治そうとしてんでしょ。だからクーマか。戻るかな。お母さん、クーマが女の子になった。まさかモアナ。クーマは食べてるとでかくならないのか。モアナが悪い子だから、弱かったから、ごめんなさい、ごめんなさい。嘘、こんなのって。モアナ頑張って強くなったから、清涼の人が強くしてくれたんだよ。だから帰ってきてよ、お母さん。
精霊がモアナを強くした。クーマにしたということかな。つくづく生贄が好きな連中じゃて。クーマちゃんいくらでも作れるってことか。そんな、じゃああの人は娘を助けようとして。お母さん、救えなかった我が子の腹を満たすために死にゆく自分を差し出したのか。あ、私のせいで。どうする、連れて行くか。この様子じゃ足手まといになるわ。クーマに手を出すことは許さない。オスカ、聖霊は何をしているの。お願い教えて。エレノア、君は知らなくていい。よくない。私が母親を倒したせいでこの子は例のゴーマを食らったのか。だが君が気に病むことはない。全ては世界の痛みを止めるために必要な犠牲なんだ。あの人は母親だった。この子のたった一人のお母さんだった。だとしても強き翼を持つ者は、うっ、女の涙には気をつけなさい。やるなら今だ。どいて、ライフセット。待って、あなたには優しさがないんですか。そんな議論をするつもりはない。目的はカナヌシを弱めることでしょう。つながりさえ立てば殺せなくても。はあ、情にほだされたか。女の涙は実に危険じゃな。グリモワールの言葉が気になったのよ。殺すのは後でもできる。連れてくならさっさと引き上げよう。敵の拠点に長いは無用だ。僕はライフセット。モアナ、一緒にここから出よう。お母さんは一緒じゃないと寂しいよ。寂しくないですよ。離れていてもお母さんはずっとあなたを見守っていますから。どうしてわかるの。私のお母さんもそうですから。行こう、モアナ。うん、エレノア戻らなかったね。マスターアームズ、さあ、だいぶマスターが来たぞ。グレードの連戦ボーナスが解放される。マジか。連戦連覇の魔風書を持っていると、戦闘終了後一定時間以内に再度戦闘することで獲得グレードの倍率がアップします。いい、逃走戦闘後のセーブデータの保存でもリセットされます。2倍までアップする。まあ2倍までアップってもう2倍のあれ持ってるからさ。今更アップしてもって感じだな。アンフィベストジェットブラックは全然溜まってない。戦闘に参加しないとたまらないか。
ナチュラルベストだいぶ下がるけど、防御力プラス5か。まあ、ってことは、戦闘に参加してるやつだけがこれもらえるのは。カルサイドがフロール。アンフィブーツ。ポイズンチャームマスター。アンフィガードメントマスターしてると。そしたらバトルガードメントにするかちょっと弱いけど。アンバーが最大 HP。あ、ドピングシャツがあるか。術技の HP 吸収効果 1.2 倍。じゃあドピングつけとくか。フローリもマスターしたから、武器は古びた式紙にするか。グラデーシン。ちょっとグラデーシンにしてみよっか。めちゃくちゃ強くなるからね。アイゼンは、ろくろも参加しないけどマスターになってるから大丈夫か。アンフィベストにしようかな。アンフィダガーマックス。武器は全部マスターだね、そしたら。まあ、黒金にしとくか。術が351にもなるからね。あとはまっすぐ帰って、アリア村のグリモワールのところに戻ろう。グリモワールのところには多分普通にイノーレとかじゃ多分行けないと思うから、まあ歩いて帰りましょう。どうせイベントが発生して多分行けなくなると思うんで。まあモアナは多分村で預かってくれるでしょう。まずい。汚れが強まっている。ほう。早くも影響が出始めたようじゃな。ってことは、ハリア村の人が全員ゴーマンになってるかもしれないね。結局そういうことでしょう。汚れを食らい続けることによってゴーマ病を止めると。そういう、クーマを7体、まあ、配置して、まあ、世界中のそのクーマを食べる、汚れを食べるという存在のカノムシさんを。ってことでしょう。蘇らせようと。これ、イノールで帰れるかな？マーナン解消。こっから戻れる？無理だと思うけどな。あ、帰れる。アリアに。スキット出てくるかな？出てきそうで怖いんだよな、スキットが。出てきたら厄介だぞ、これ。よいしょ。さすがにこの長いところは出てこないようにしてくれてると思うんだが。結構きついからね。とりあえずこれで。ここどこだ？あ、やった。もう入り口近くまで帰れた。ラッキー。じゃあこれで帰ろう帰ろう。猫スピ取りつつ帰りましょう。今回はもうここで終了にしよう。さすがに疲れた。疲労がね、半端ないんですよ。ここ2日間ぐらいでね、10話ぐらい撮ってるからね、10話分。時間にしたらだから1時間、まあ大体40分ぐらいだったとして400分と考えたら、まあ6、2時間でも1回やってるから、8時間か9時間ぐらいは多分、やったことになってるから、ここ数2日間でね、めちゃくちゃきついっす。そのほとんどが多分移動時間だから、これ。テイズはそこがきついよね。ここでもね、配信とかだったらうまくつなげるんだろうけど。ね。あ、やっぱりゴーマ化しちゃうか、みんな。やばいぞ。グリモ姉さん、どうしたんじゃ？解読で何か分かったのかい？違うわ。汚れが強すぎて、宿屋で本読んでる場合じゃなくなったのよ。汚れ？
あの体から出てるのは汚れじゃ。こりゃ限界じゃの。ゴーマ病。宿屋の人まで突然どうして。ゴーマ化だ。汚れが溢れた。汚れ。村人の体から出てたあれがゴーマ病の原因だとでも言うの。ゴーマ病とは、ゴーマとは一体何なのです。まだ遠くには行っていないはずだ。絶対に探し出せ。後で話す。ゴーマが大麻指導も足止めしてくれるだろう。その間に船に戻るぞ。はい、船に戻りましょうか。結構な距離があるけど、針山から船まで帰るのに。はい、イズルト港のバン・エルティア号に戻りましょう。結構距離あるよ、バン・エルティアまで。さあ、汚れが強まっているということで、ゴーマについてアイゼンが教えてくれそうな雰囲気が漂ってたね。っていうか、アイゼンそんなの知ってんだったら最初から教えてくれよ、アイゼン。まあ、戦いの中で見出したのかもしれないけどね、ゴーマについて。それはないな。さて、このマップだよね。このマップがだから宝が1個残されてるのか。宝とあとなんかローズマリーとかその辺も残ってそうだね。ほいっと。で、ここが上りがあって、ここら辺に宝がありそうだね。この辺りはちょっと無視していった記憶があるから。あ、ここはでも登ったか。何もないねっていう話をしたような記憶があるな。宝が1個だけあったような気がしたんだよね、ここにね。ちゃんと探索してないのはこのもう一個向こうのマップだったかな。宝があったねっていう話をしてたから、もう一個宝があるよねっていう話をした記憶があるね。なんかゲームを1日3時間ぐらいしてるとさ、頭が良くなるとかよりさ、とんでも学説があるけど、あれは嘘だと思うけどなどんなゲームするかにもよるしね。研究で使われたゲームが何のゲームだったかっていうところがさ、データとして明らかになってないのに、あれをさ、ニュース記事とかでさ取り上げちゃうのはダメだと思うよ。何も考えてない人はさ、ゲームだけしても頭良くなるんだからってさ決めつけて言っちゃうかもしんないけどさ、よくよくちゃんと研究データ見たら、多分シューティングゲームとかさ、なんかいろいろその限定したゲームだと思うよ、多分。あ、サングラスだって。いいじゃん、いいじゃん、サングラス。サングラス。これそのままこっち行けないかな。お、いいじゃん。ちょっとラフィーのサングラスいいね。この人サングラス似合わねえな、エレナは。眉毛がすごいね、あれだから。あ、姉さん、マギリュウ結構似合うな。で、アイゼン、アイゼンサングラス似合うんじゃない。アイゼン、アイゼンかっけえな。アイゼンはかっこいいわ。グラサン、ドクロは、六郎のサングラスは、六郎は
あー、ろくろ、ろくろかっこいいな。よし。船帰還したって、あ、これで1時間プレイしたことになるぞ、これで。1時間か2時間ぐらいプレイしたことになってんじゃないか、これ。あ、1時間か。よし。本来だったらここで一旦切りたいんだけど、そう、ゴーマの話を聞きたいから、頑張りましょう。バンエルディエゴ。これ、祈り使って帰れたんじゃないか？スキットが発生するかもと思ってね、ちょっと我慢してたんだけど。おいと、イズルトにも汚れ及んでないよな。及んでるかな？ねえ、なんかハリア村の方から変な鳴き声聞こえなかった？そう、多分波の音でしょ？まずいな。ここにもハリア村のゴーマが襲ってくる時間の問題だぞ。うかつに養殖ペンギョンに近づくなよ。あいつらああ見えて肉食だからな。母まさか食われることもないでしょう。そう思うなら試してみるがいい。生き物を舐めるなよ。わかりました。十分気をつけますと。ああ、今日も平和だね。平和ボケしてるぞ。危ないぞ。この神秘的なデザイン、カニってかっこいいよな。気持ち悪いよ。美味しそうでしょ。ちょっとメインの人以外の会話やめよっかな。終わる気がしないんだよな、これ全部拾ってたら。お、アメノチ様人形売れないな。観光客が少ないから仕方ないけど、そもそも商品的に価値があるのか、問題があるのか。アメノチ様人形はなかなか味があると思うんだが売れない。ひょっとして時代を先取りしすぎているのか。おい、さて装備品は変わったかな。アンフィドール、これでも持ってるはずだよね。持ってなかったっけな。買っとくか。よいしょ。ほい。ホーリー1個使ったよね。デノーレ、デノーレもう2つぐらい買っとくか。ほいっと。サースガルムの担当になられたオスカーさんもとても誠実な方だ。ハリア村のミコマヒナさんと話し合ってきっと良い解決策を見つけてくれるはずだ。グリモワールさんがいた場所は使えないと思う。私は珍しい昆虫を売買しているもの、南方特有のクワガタやカブトムシを探しに来たんです。以前はウェストガンドのワーグ森林でさ、樹林で採集していたんですが、清涼に締め出されてしまいましたね。おお、変わった商売もあるもんだな。このご時世に昆虫なんて買うやつがいるのかい？いつのにもマニアやいるものでして、中にはいくらでも買うから昆虫ゴーマをコレクションしたいという方までいるほどで。ああ、恐ろしい世界だな。ほいっと。昆虫ゴーマね、私見ちゃったのよ。早朝の浜辺で森林隊長オスカー様が木に登ってセミの抜け殻を取っているの。何でもこの島にしかいないセミらしいけど、フグ以外にも子供っぽいところがあるのね。オスカー意外に子供っぽいところあるな、確かに。ここはもう見たかな。まあでもこのセリフとか多分聞けないと思うからさ、二度とね。この村も滅びそうだもんね。だからここで取っとかないと多分回収できないだろうね、このセリフね。もう二度とね。おっと、宝があるぞ。これ取ってなかったか。しかもイノフォートルだ、ラッキー。そしたらとりあえずでもまあ上に登ってまた帰らなきゃいけないよね。とりあえず船に帰るか。音楽はさ、不気味な音楽のままだからさ、ちょっと早く明るい音楽に変えたいよね。私前はイズルトって有名なリゾート地で新婚旅行の定番の場所だったんだって。ああ私もそういう時代に生まれたかったな。ああ、ドンちゃんとの場合相手を見つけるのが大変よ。なぜ清流はパラミデスなんていう奥地に本拠を構えたのかしらね。さすがの領の中心であるイズルトを中的に守るのは断りでしょうに。地脈だよ、地脈。
うゆかりちゃんに遊ぶの危ないって立ち入り禁止されちゃった。これもちょっとした危険を乗り越えて成長していくものなのに大人は分かってないよね。それを子供の身で言ってもね、ここ子供がいっぱい多いな。心配なんだよ、このご時世だから。分かってやるよ。さて、よいしょ。そうか、針谷村がそこまで大変な状況になっていたとは。ああ、全員が清涼派と雨の下に分かれて対立しているんだ。小さな村で気心が知れているだけに深刻だよ。気持ちは分かるが、今は清涼に従うしかなかろう。教会。教会は変わらずか。よいしょ。で、こっちから来たんだよね、今ね。で、雨の下様に分かれているというのを聞いて、やはりサウス側の勤務は厳しいですね。着任してから10キロも体重が減りましたよ。ははは、まだまだな、俺なんて30キロも痩せたぞ。医者に見てもらった方がいいですよ。その痩せ方は多分やばいよ。癌か糖尿病の気配があるぞ、それは。ハリア村壊滅の席を取って承認官されたオスカ様に代わってテレサ様を、テレサ様の復帰署名にご協力ください。すごいテレサファン、あ、お願いだからもう少し現実生きておくれよ。テレサファンの母。まあテレサはね、テレサは人気あるでしょう、男性陣にね。美人だし。よーし。そしたら、バンエルディア号に帰りたいんだが、どっちに行けばいいの？ここを降りて、あ、猫人のボックスがあるね。まあ、もう開けられないでしょ。もう溜まってないし、今。170個もいるよ。なあなあ、今度ボートに乗ってマグリル浜の沖の方に行ってみないか？二人きりで。え、二人きりで？ダメかな？ダメじゃないけど、もしゴムが出たら私を守ってくれる？もちろん守るよ、俺の命にかけて一生。青春よね。青春だよな。よいしょ。守れない約束はするもんじゃないぜ。どうなっても知らないからな。どこだ？どこに行けば帰れるんだ？上に上がっていかなきゃいけないのか。どこ行くの？お母さんは？モアナ、お母さんはまだ遠くにいます。じゃあお家で待ってないと。ハリア村へ戻ろうよ。村では怖いゴーマが暴れていて、とっても危ないんだ。でもモアナ、お母さんに会いたい。モアナがゴーマに襲われたらお母さんが悲しむよ。元気でお母さんに会うために今は一緒に行こう。分かった、モアナ、一緒に行く。お母さんを悲しませたくないから。ラフィーが優しすぎるんだよな。よそから見たら常夏太郎がサウスガンダムここ十何年かで随分涼しくなったよな。何十年も昔の夏祭りなんてそれ暑くて暑くて、なんだ、雨の地様の進行が劣るのに合わせて涼しくなったような気が。なんでも北の方じゃ港をゴーマに壊されてボロボロになった町があるんだって。オートでもゴーマが大きいにまで忍び込んでるって聞くし、イブルトは平和で幸せな方よね。こちら辺は？ここ宿屋か、酒場か。俺はもうすぐ30だぞ。このまま女性に縁がないまま30になったらゴーマ病になっちまうかも。言ってる意味はわからんが、嫌すぎるゴーマになりそうだな。なるかもね。2体倒したから。いいね。よし、これで5万ガルド行ったかな、これで。お、まあ上に上がれるぞ。ここ行った記憶がないね。
ほい。ホタル石のかけら。ほい。まだ上があるか。おっと、お宝があった。シルクタッチ。おお。宝があと2つあると、ここ。え？上のマップに2つあるってこと？それはそれは。まあまたいつかイズル島に来て探しに来ましょう。多分普通で取れない宝だからいい宝なんでしょうね、あれはね。さて残りは、バンエルディエゴはどこだ？酒場、宿屋、よいしょ、あっちか、こっちだね。で、まっすぐ帰るか、右に折れるか。こっち？下はもう通れないからまっすぐ帰るだけか。もうしょうがないよね。宿屋じゃない方向だからこっちか。こうか。よっしゃ。さあ帰りましょう。よし、やっと帰ってこれた。話してもらうわよ、ゴーマ病と汚れのこと。あんた精霊の禁忌を破るつもり？こいつら次第だ。精霊の禁忌？ことはゴーマだけの話じゃないのよ。この世界の仕組みと言ってもいい真実、下手に知れば人間そのものの足場が崩れるかもしれないほどのね。だから精霊はこの件を人間に語ることを禁忌としてきたんだけど。それでも知りたいか？私はもう人間じゃない。知らないままで自分をごまかして進むことはできません。いいだろう。そもそもゴーマ病なんて病気は世界に存在しない。人間はもともと誰もがゴーマになる。心に抱えた汚れがあふれればな。汚れとは何なのですか？理性では抑えきれぬ負の感情、人の心が本質として抱えている業じゃよ。知っていたのか？魔女じゃからの。汚れは誰もが持つ心の闇。お主らも心当たりがあろう？言われてみればかなり心当たるな。人間は業に突き動かされる生き物だ。容易に負に傾き汚れを発する。ほとんどの人間が汚れを発しながら生きていると言っていいだろう。むしろゴーマが本来の姿でささやかな理性で人間の形を保っているだけやもしれん。民衆がそんな事実に気づけば大混乱になる。だから清涼はゴーマ病という仮病を広めただろうな。嘘です。だって開門の日以前にゴーマはいなかった。本来ゴーマも精霊も特別な霊的才能、霊能力のない人間には見えない存在だった。波の人間には突然凶暴化しただけに見えたんじゃよ。その異常さは悪魔付きや獣人化などと呼ばれて伝わったがな。なんで急に見えるようになったんだ？人間全体の霊能力が増幅されたからだろうが、理由はわからん。だが
同じように降臨の日を境に精霊まで人間に見えるようになり、大量のタイマシが生まれた。きっとアルトリウスが絡んでる。でも病気でなければ村人が一斉にゴーマになるはずがありません。八つの首持つ大地の主は七つの口で汚れを食って、クーマは人が出す汚れを吸収してカノ主に送る。なのに僕たちが地脈点からモアナを連れ出したから。ボーは賢いな。そう、吸収されなくなった汚れが溢れたのじゃ。つまり私のせいか。どうしたの？なんかみんな怖いよ。おかげで古文書の記述が信用できることが分かったわ。地脈点から全てのクーマを引き剥がす。カノノシの力を削ぎ覚醒を阻止するために。でもクーマを奪ったら人間がどんどんゴーマになっちゃうんじゃ。やらなきゃアルトリウスを殺せない。現に恐ろしき女やな。真実を知って進むか。いいだろう。外見が違うクーマを探すとなると、やっぱり地脈点を潰していくしかなさそうだな。人と輪だよ。元気出して。エレノア、エレノアのお母さんもずっと見てるよ。はい、その通りですね。グリモワール、さっきの話を詳しく聞かせて。汚れの件？禁忌だって言ったでしょ。人の感情、業が汚れという毒を生んで人間をゴーマに変えていることは分かった。汚れの発生を防ぐ方法はないの？人が人である限りないわ。言った通り、汚れは感情から生まれるものだから。あんたたちは何らかの対応をしてるはずよ。精霊だって心も感情もあるんだから。精霊は汚れを生むことはないのよ、人と違ってね。嘘ね。私は精霊がゴーマ化するのを見た。それは外部の膨大な汚れにさらされたからよ。確かに監獄島は囚人とゴーマで溢れていた。それにメルキオールは精霊に何かを打ち込んでレジェンドワイバーンに変えた。あれは汚れか。精霊にとって汚れはまさに毒なのよ。だから精霊は正常な存在を器にして汚れから身を守る必要がある。もっともそれも完全な対策じゃないけどね。器が汚れたら精霊も傲慢化する。ご名答。つまりエレノワが汚れたらライフセットも。アイゼンが言ってた器が壊れたらって、汚れたらって意味だったのか。その通りよ。小さな心のほころびが大きな志を砕くことはよくある。ピュアピュアなタイマシのお嬢さんをあまりいじめちゃダメよ。忠告として聞いておくわ。うん、はい。ということで、クーマを見つけるためにまず地脈点を探そう。はい、話せる人がいるね。第4種管理地区の島から逃げてきたという密漁者を沖合で助けてやったんだよ。そいつどこぞの料理人に頼まれてその島に住んでる珍しい狼を狩りに行ったらしいんだけど、島には狼どころか動物の姿なんてどこにもなかったって。
なんでそいつが逃げなきゃならなかったんだ？何もいないはずなのに獣の叫び声が島中に響いて怖くなって船に戻ったら、積んであった食料が食い荒らされてて船が傷だらけになってたんだってさ。慌てて逃げたらしいけど、出航してすぐに船が沈んじまったそうだ。ほう、人間を手玉に取るような賢くて荒っぽい獣がいるってわけだな。おそらくな。後から聞いたんだが、その島では大麻師が何人も命を落としてるらしい。行くつもりなら十分注意した方がいいぜ。あら、新しく見つかった第四種管理地区へ行けるようになりました。あそこは獣が支配する島だ。狩るつもりで行くと逆に狩られちまうかもな。補給品は勝つだけじゃなくて品質もしっかり確認しねえとな。どうも近くのあちこちの海で海賊病が発生しているようですよ。うん、ここ何十年かほとんど収まっていた病気なのに一体なぜ。大災厄の時代ゆえですかね。わからん。ともかく船乗り仲間にはサレトーマを常備するように伝えておこう。船の整備と物資の搬入急ぐよ。サボってる奴は、捕虫に逆さ釣りにすっからな。小柱かな。宝がある。野菜や果物をたっぷり仕入れておこう。これが長い航海をこなす秘訣なんだ。あれ、あの宝はどうやって取るんだ？まあ、いっか。アイテムだしね、あれはね。よし、そしたら話だけ聞いて終わるか。うん。あ、これこっからは降りていけるってことか。あっちまで。あ、違うな。まあ、ゴマ病についてはなんとなく察しがついてたけど、まあ、その通りだったって感じだったな。人間のね、内側から溢れた汚れ、それがゴマ病の原因だと。副長、警視庁のボスからシルフモドキが届いたよ。依頼があるからローグレスまで来いって言ってるけど、どうしますか？行くわ。離宮にいた奴がクーマかどうか確かめる必要があるし。だな。それに警視庁なら他のクーマの情報を持っているかもしれん。ローグレスへ向かうぞ。出航の準備だ。いつでも出られるってのは。うん、そしたら今回ここで終了にしよっかな。ローグレスに行くのはまた次回にしましょう。これでもね、クーマでもしそのだった場合、ローグレスの人が全員ゴーマ化する可能性があるからさ、やっつけたら、かなり厳しいよね。警視庁のみんなもゴーマになっちゃうんじゃないか。結構ゴー深そうだぞ、あの人たち。はい、ということで今回ここで終了したいと思います。ご視聴誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。 Thank you for watching. If you like this video, please subscribe to my channel. ではまたね。